にちは、ナリペです。今日はこんなようなカゴを作ろうかなと思ってます。ちょっとこれ手持ちが太くなっちゃったので、半分ぐらいの大きさの手持ちで、色はこの色と逆にして水色とピンクで編んでいこうかなと思っています。一応使い勝手としては洗濯バサミとか洗濯周りのものを入れようかなと思っています。とっても色合いが可愛らしくて、洗面所が華やぎました。こんな感じです。長編みで編んでるのでとっても簡単に作れます。サイズを測ってみます。底の直径は18センチぐらいです。カゴの高さは10センチぐらいです。手持ちの長さは36センチぐらいです。準備するものはスズランテープ、ハサミ、かぎ針、とじ針、マーカーです。今日はスズランテープを使って編んでいこうかなと思ってます。この2色を使ってみようかなと思います。ピンクと水色です。スズランテープの場合はどうしても外側から取っていかなきゃいけないので、コロコロ転がってしまうので、私はカゴに入れています。これもスズランテープで作ったカゴなんですけど、この中に入れて紐を取ってくるようにします。スズランテープの場合はかぎ針の推奨とか書いてないんですけど、5ミリと書いてありますが、8号針使っていこうかなと思っています。ちょっとスズランテープカサカサすごいうるさいと思うんですけど、お許しください。これと色違いで作ろうと思ってるので、まずはスタートはこの円編みから行っていきます。一番初め、円編みの底面からスタートします。輪の作り目でスタートして長編みの円編みをしています。1段2段3段4段作っています。はじめにこの輪の中に16目長編みを編み込んでいきます。最初の作り目を作ります。ちょっとスズランテープは伸びないので、少し余裕を持ちながら作っていくといいかなと思います。あんまりぎゅうぎゅうにしちゃうと伸びないから大変です。最初の作り目ができました。鎖編みをここから4つです。1、2、3、4、一番初めの鎖編みの半目を取って引き抜き編みをします。これで輪ができました。鎖編みの輪の中心に針を通していきます。スズランテープの場合は伸び縮みしないので、ちょっと人差し指にくるくる巻きつけて私は編んだりします。長編みで底面を作っていくので、鎖編み3つで立ち上がります。1、2、3、そして引っ掛けて輪の中心に針を入れて持ってきて2目取って長編みを編みます。2目取ります。次も2目取ります。これで長編みが1本編めました。この糸端を編みくるんで編んでいきます。引っ掛けて輪の中心に針を入れて、糸端を針の上に乗せて引っ掛けて持ってきます。引っ掛けて2目取る、そして引っ掛けて2目取る。長編みの場合はこの立ち上がり鎖編み3目も1目として呼びますので、今3目入ってる状態です。この輪の中に16目入れていきます。こうやって人差し指にぐるぐると巻きつけると、結構紐がしごかれて編みやすくなったりします。では輪の中心に16目
入れていってください。残り2目のところまで来ました。まだ編みくるんでいるので引っ掛けて針の上に糸端を乗せて糸を持ってきます。そして引っ掛けて2目取る、引っ掛けて2目取る。ちょっとここが見えないなと思ったらギュッと引っ張って編めるようにしてあげてください。針を入れて持ってくる。結構16目パンパンになってきましたそして2目取る、2目取る。これで16本入っています。少し糸端を出して針を取ったら引っ張って引き締めます。少し引き締まりました。針を戻します。糸端が動く方を手前にして針を戻してください。鎖編み3目の頭に引き抜き編みをします。1、2、3目目。表半目と裏山を1目取って2目にして引き抜き編みをします。これで1段編めました。次は2段目です。2段目は立ち上がりに鎖編み3目、1、2、3。3目で立ち上がったら全ての目に増し目をしていきます。まずは根元から増し目をしていきます。こちらです。糸を引っ掛けて針を通し持ってくる。立ち上がりも1本として数えるので、これで1目に2つ増し目ができました。次は隣の目、こちらです。引っ掛けて針を通します。そして持ってきます。少し硬いので力がたくさん入っちゃうかもしれないんですけど、緩め緩めで編んでいってみてください。1本入りました。もう1本同じところに編んでいきます。1つの目に2本入れて増し目をして円を少しずつ大きくしていきます。1本2本と同じ目に編み込んでいきます。このようにしてぐるりと1目に対して2つずつ入れていってみてください。残り1目のところまで来ました。引っ掛けて穴に通し持ってきます。2段目を編み終わると最初の16目の倍なので32目になります。同じ目に2目ずつ入れてきているので増やし目で32目です。2段目の最後は鎖編みの頭に引き抜き編みをします。1、2、3目目。こちらの表1目と裏側の1目を取って、こう固くなっちゃってますね、当ててきました。そして引き抜き編みをします。2段編めました。次は3段目です。3段目も鎖編み3つで立ち上がります。1、2、3。そして今度は根元に増し目、次の目は1目、増し目1目、増し目1目と編んでいきます。根元というのはこの引き抜き編みを行ったところなのでちょっと編みづらいんですけれども、こちらに針を通していきます。増し目をするというのは1目に複数の目を入れていきます。そのことによって円が大きくなっていきます。これで増し目ができました。次は隣の目に、こちらです。1目編み入れます。
この円の編み方は別の動画で詳しく説明しているので、よろしければそちらもご覧ください。次は増し目で、次が一目2121と編んでいきます。ほんとこのスズランテープはちょっと最初慣れるまでは力が入っちゃって大変なんですけど、だんだん慣れてくると編みやすくなってきますので、3段目の編み終わりです。21と編んでいきます。21と編んで全部で48目になります。まずは増し目です。次が一目になります。結構しっかりとした編み地になると思います。スポンジみたいな感じでちょっと柔らかくていいですよね。触り心地がいい。最後は引き抜き編みをして終わります。編み始めの鎖編み1,2,3目目の頭、ここに引き抜き編みをします。引っ張ってきたらそれをそのまま引き抜きます。これで3段が編めました。次4段目です。4段目も立ち上がり3目で立ち上がってきます。鎖編みを1,2,3目、たまにこの間に入っちゃって割れちゃうことあると思うんですけど、こうやって、気にせず編んでて大丈夫です。4段目は1目編んだら次増し目、次1目という形で 1,2,1,1,2,1 と編んでいきます。最初の立ち上がりが1目なので次の目に増し目です。引っ張ってきて2メートル、増し目なので2回編み入れます。2メートルという感じで増し目ができました。次は1目です。引っ掛けて長編みを1目編み入れます。これで 1,2,1 と編めました。次も 1,2,1 と編んでいきます。ぐるりと最後まで編み進めてみてください。1,2,1 と編んできてます。ここは1です。これが最後ですね。 1,2,1 と編んだら最後です。全部で48目です。ビニールテープなんで洗ったりするのも楽ですよね。洗濯機周りの小物入れにしようかなと思って作ってます。最後の目です。長編みを編みました。結構もう手のひらよりも大きい感じになってます。最後に引き抜き編みをします。 1,2,3 目目、この引き抜き引き抜き編みのところで色を変えていきます。こちらのブルーの糸で編んでいきます。次は横の面を編んでいくんですが、こちらも全部長編みなので 1,2,3,4,4段全部長編みで編んでいます。交互に色を変えながら編んでいくような形で模様を作っていこうかなと思います。引き抜くところで糸替えをするとちょっと見た目がいい感じになります。引き抜きます。ちょっと硬いですね。このような形で引き抜き編みができました。続いてこの糸端を編みくるんでいくのと、このピンクの糸はそのまま置いといてください。次は立ち上がりに鎖編みを3つです。1,2,3、今度は一目に一つずつぐるりと長編みを編んでいきます。引っ掛けて一
目に1つずつなので次の目です。次の目に針を刺して糸端を針の上に乗せて編んでいくと、編みくるみも普通の毛糸と同じように編みくるみができます。引っ掛けて次の目に針を刺し糸端を針の上に乗せて編みくるんでいきます。もう単純にずっと長編みを一目に一つずつ編んでいくんですけど、これ細編みとかで作るのでもいいんですけど、やっぱりちょっとビニールテープが結構大変なので、サクッと作れるっていう意味では長編みの方がおすすめです。でも強度を出したいなと思ったらやっぱり細編みの方がいいですよね。こんな感じで1本ずつ編み込んでてみてください。長編みをずっと編んでます。長編みなんで一目一目が大きいですから、出来上がりもあっという間なんで、初心者の方でもすぐに作成ができますね。もっとちっちゃく作ろうかなということでしたら、最初の底面の輪を小さくすれば大丈夫です。輪を小さくするというのは、一番最初の1段目16目入れてるんですが、そこを14目とか12目にしてしまうとダメです。16目のまま段数を変えて小さく作るといいと思います。残り2目のところです。最後の1目です。自分が編んでいる方が外側になっていきます。裏側が内側です。なのでちょっとずつ立ち上がってくると思うんですが、こんな形になって編んでいきます。引き抜き編みをします。立ち上がり1、2、3目目、その時糸を変えます。ブルーの糸からピンクの糸に変えて引き抜き編みをします。横の部分の1段目が編めました。次はピンクで2段目を編んでいきます。立ち上がりに鎖編みを3つ、1、2、3、また色が変わると気分も変わりますね。次の目に針を刺していきます。引っ掛けて針を刺し持ってくる。ビニールテープは疲れちゃうので、緩め緩めを気持ちがけて編んでいくといいかなと思います。この編んでいくときにブルーの糸を一緒に編み込まないように後ろに置いといて、ピンクの糸だけで編んでいってください。じゃないとブルーの糸の始まりのところが変わっていっちゃうので注意して、ピンクの糸だけで編んでてください。ぐるりと一周編んでみてください。最後の方に来ました。長編みでサクサクと編んでいます。次の段ではまたブルーの糸を使って編んでいきます。手にくるくると巻いているのでちょっと手が痛い。では最後のところに来ました。ここが立ち上がりの鎖編みです。1、2、3目目、引き抜くときに糸を変えます。針を刺したら糸を変えて引き抜きます。これで横の面の2段が編めました。次また青で編んで、次またピンクで編んでというのを繰り返して4段編みます。
4段目の最後の方に来ています。引っ掛けて針を通し持ってくる長編みです。1目ずつ編んでいきます。これで長編みで横の部分を編むのがおしまいです。次は縁取りですね。最後の目が編み終わりました。3つ目のところに引き抜きます。鎖編み1、2、3目目、ここに針を刺してまた糸を変えていきます。こちらで見ていただくと、この縁取りがブルーの縁取りで、ブルーでこちらの手持ちの部分もつけていきます。では引き抜き編みをブルーの糸に持ち替えて行います。引き抜きます。これで4段完成です。1、2、3、4段。次は縁取りです。縁取りはバック細編みをしていきます。まず細編みなので立ち上がりに鎖編みを1つ、そして根元のところに細編みを1つ編み込みます。細編みを1つ、バック細編みは左側に通常編んでいくのを右側に編んでいきます。一番最初はこちらの目です。根元の隣の目、針を刺します。糸を引っ掛けて持ってきます。この時少し長めに取るようにしてあげるといいかもしれません。そして細編みなので引っ掛けて1回通します。これでバック細編みが1つ編めました。次の目から同じようにこちらの目に針を刺して糸を引っ掛けて持ってきます。少し長めに持って引っ掛けて細編みを1つ、繰り返します。一目一目に細編みを編み進めていきます。ちょっと慣れるまでバック細編みも編みづらいかなと思うんですけども、編んでいくと縁取りが綺麗に作れます。針を刺して糸を持ってきます。最後までバック細編みを編み進めてみてください。最後の方まで編み進めてきました。こちらの目に針を刺し持ってくる、そしてバック細編みを1目、最後の目です。針を刺して持ってくる、バック細編みを1つ、一番最初の細編みの頭に引き抜き編みをします。見えにくいんですけども、ここに細編みの頭があります。頭2本に針を刺して引き抜きます。ここから手持ちの部分を編んでいきます。こちらのサンプルは太くなってしまったので目数を変えようかなと思います。 1,2,3,4,5 目あるんですけども、3目にしようかなと思うので、このぐらいの細さにしようかなと思うので3目に変更して編んでいきます。根元の部分は細編みをして、次に中長編みで、最終的には長編みで全部編んでいくっていうような流れです。では根元に細編みを編みます。1つ目、ちょっとわからなくなってしまうといけないので、この1つ目のところにマーカーをしておきます。マーカーをしました。ではこれが1つ目なので、次2つ目3つ目と編んでいきます。ちょっとバック細編みなので、どこが1つ目なのかなっていうのがわからないと思うんですが、私はちょっと適当に編んでいっちゃいます。ここに2つ目、そしてここに3つ目、
こんな感じで編みました。次は中長編みを編もうかなと思います。往復編みで編んでいきます。では鎖編みを2つ、中長編みの場合は2目で立ち上がります。では往復編みなので編み地をひっくり返して編んでいきます。根元に1目編んでいきます。引っ掛けて根元はこちらです。中長編みなのでこの3目を一気に引き抜きます。次も引っ掛けて3目になったら引き抜きます。そして次も引っ掛けて、最初の細編みの頭なのでマーカーを取ります。引っ掛けて針を抜き、3目一気に引き抜きます。これで細編みと中長編み編めました。次は長編みで編んでいきます。長編みなので3目立ち上がります。鎖編み1、2、3、鎖編み3目です。中長編みの場合は立ち上がりは1目と呼びません。細編みも同じです。1目と呼びません。でも長編みの場合はこの3目の鎖編みも1目と呼ぶので2回編み入れるだけになりますね。ではひっくり返します。立ち上がりを編んだらひっくり返して編み込んでいきます。引っ掛けてここではなく次の目のところに針を刺し糸を持ってきます。2目取る、引っ掛けて針を刺し2目取る、2目取るです。この3目で編み進めていきます。また立ち上がりに鎖編み3目です。1、2、3、そして編み地をひっくり返します。また2目編んで立ち上がって2目編んでという形で繰り返していきます。手持ちの部分なのでお好みの長さまで編み進めてください。どのぐらいがいいかなというのは私まだ決めていないので編みながら考えていこうかなと思います。最後の方まで編み進めてきました。紐の部分なんですが太さがこちらと比べると細くなっています。どうしようかなと思っているんですが、そろそろ取り付けのあたりに来てもいいかなと思います。もうあと1段か編んで取り付けに入ろうかなと思います。立ち上がりに鎖編みを3つ、1、2、3、そして編み地をひっくり返して長編みを2目編み込みます。1つ、2つ、これは鎖編みの頭に針を刺します。長編みで編む部分はこのぐらいにしようかなと思います。次は中長編みです。中長編みなので鎖編みを2つで立ち上がります。1、2、そして編み地をひっくり返して根元に1つ編み込みます。立ち上がりを1目とは呼びませんので3回編み込みます。3目を一気に引き抜く、引っ掛けて鎖編みの頭に針を入れて持ってきたら一気に引き抜きます。長編みと中長編みだとやっぱり強度が違ってきますね。長編みは3目なんですけれども、ちょっと広がっちゃってますね。
長編みは3目ですけど、中長編みは立ち上がりは1目と呼ばないんですが、4つ入ってる分ちょっと密度があります。次は細編みです。細編みは本体に編み込んでいこうかなと思います。こっちのピンクの糸ですが、そろそろお邪魔になってきたので糸始末をする分だけ残して切ってしまおうかなと思います。だいたい半分ぐらいのところに取り付けようと思っているので、こう半分に折って大体のところでいつも決めてしまうんですけれども、こんな感じで押さえていった時のこの辺りに取り付けていきます。マーカーをしておきたいと思います。4目くっつけていくので 1,2,3,4 目という形で、ちょっと一番端の4目目のところにマーカーをしておきます。こんな風に取り付けていきたいと思います。取り付けはとじ針で行っていこうと思うので、糸始末する分伸ばして切っていこうと思います。少し余裕を持って長めにしました。引き抜きます。そして閉じ針で閉じていこうと思います。針に糸を通してこのマーカーのついているところにつけていくので、ねじりがないようにまっすぐにしてセットします。4目ぐらい使うのでこのような形ですね。かがっていくような形でいいかなと思うので、こちら側にこうしてかがっていきます。糸始末はお好きなように編んでいいんじゃないかなと思うので、なんか取れないようにつけてます。なんか取れそうだったら嫌だなっていう感じで、まあ、そんなに重いものは入れないので大丈夫かなと思うんですけど、取っ手のところが一番丈夫にしておきたいかなと思うので、しっかりつけたいと思います。こんな感じでつきました。マーカーを取ります。洗濯バサミとかを入れたいなと思ってるので、そんなに強度がなくてもいいかなと思うんですけど、裏で糸始末をしていきます。ザクザクと編み込んでいっちゃいます。糸を針に通しました。そしてやっぱりこれもですね、裏側に編んでいくんですけど、ピンクはピンクのところに編み込んでいった方がいいと思うので、こうしてザクザクとピンクはピンクのところに編んでいきます。編み込んだので糸端を切ります。完成です。取っ手がつきました。こんな感じです。いいですね。可愛らしい、とっても可愛らしいのができました。かご編みです。こちらとおついです。かご編みっていいですよね。あ、忘れてた、一番最初のこちらも切ります。切ってきました。こんな感じで出来上がりました。取っ手がついたので持ち運びも便利です。編み方によってちょっとサイズが変わったりしますけれども、お揃いで作ってみました。色違いがちょっとだけ双子みたいな感じで出来上がりました。かわいい。こちらにも洗濯物系の何か小物を入れようかなと思っています。こんな感じで皆さんの身近なかご編み、ぜひやってみてください。ご視聴ありがとうございました。なりぺでした。